皆さんおはようございます。UATM 組織内3人組の河合隆成でございます。本日は、四国ブロックのスペーキングセミナーということで、四国学園が、皆様お迎えに来たんで、今皆さんが企業で一緒にどうしてお越しいただいているのは、あらゆるハラスメントの被害から従業員を守るためにガイドライン、対応のマニュアルを作って、で、ハラスメントどうしに取り組みましょうということを会社が言っているわけです。どうしていわゆるパートナーな従業員さんが対応する正社員ではない働き方を選択していらっしゃる方々、社会転用の責任を取る壁、これを何か見直したい。スタンパーを出してもらって、すみません、マスクの下で笑顔でお願いします。原曲です。河合隆成。